本日は私たちがおすすめする長野県の観光スポット勝手にランキングを5つ作ってみましたので、ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。とても暑い日が続いてるんですけれども、いや今年軽井沢でもすごく暑いんですよ。今日ですね、軽井沢34度っていう、34度、これ見たことない数字で、しかもまだ6月ですか。そうですね、いつも私の愚痴で、軽井沢に住んでる愚痴であるのが、軽井沢寒すぎて夏、はい、スイカが食べられないっていう愚痴があるんですよ、はいはい、でも今年はこんなに暑いので本当にスイカを食べたい、スイカを美味しくいただける夏だなっていうぐらい暑い夏だなと思いました。で、私たちは軽井沢に住んでるんですけれども、長野県は観光県であって、いろんなあの観光地があるんですけれども、その中で特におすすめの観光スポットはこちらというのを本日まとめてみましたので、ぜひご覧ください。では第5位から発表します。第5位は諏訪大社です。こちらはね、あの実はパワースポットっていう動画で以前取り上げましたけど、すごい伸びたんですよね。何かで紹介されたのか全然わかんないですけど、急にこう伸びた時があって、うん、ちょっと懐かしいですね、はい、あのこちらは諏訪大社はね、本当にこうあの信濃の国の代表する、はい、だから長野県をもう代表する古さの、まあ、社なんですよね、うん、まあ、諏訪観光と合わせてこの諏訪大社を巡って、まあ、本当に何だったらもうね、ご祈祷していただいてもいいですし、いろんなお守りとか、うん、あのおみくじ引いてみてもいいですし、まあ、とにかく自然とかそのロケーションもとにかく素晴らしいので、まあ、そういう意味でもね、諏訪のあの諏訪湖を眺めながら、ちょっとね天気がいいと富士山なんかも眺められて、で、ね、諏訪大社巡りで、運気をアップを授かるなんていうのもいいんじゃないでしょうか。諏訪湖はですね、いくつか自治体が集まっているんですけれども、諏訪湖周遊として観光が楽しめるというところで、まあ、温泉もありますし、まあ、こういったパワースポットもありますし、あと名物のうなぎだったりとか、あとガラス製品だったりとか精密機械のね、こう工業の特産品なんかもあったりするので、まあ、そういった意味でこう諏訪湖エリアを広く楽しむ、そこにこう諏訪大社巡りがついてくるっていうのが、うん、なんか定番のコースなんじゃないかなっていうふうに思っております。諏訪は実はあの花火大会も有名ですし、もっと有名なのは御柱祭っていうのが有名なので、その使われた御柱もね、あのこの諏訪大社に飾ってあるので、はい、実物見てみるっていうのもいいかもしれません。あと私が諏訪、この諏訪エリアで好きなのは竹谷味噌さんですね。ああ、竹谷味噌マスコットキャラクターがすごく可愛いので、うん、いつもそのマスコットキャラクターのあのなんて言うんだろう、なんかこう昔のガラケーみたいなのにつけるこうストラップみたいなのが欲しくなるんですけど、はいはい、いつもちょっとなんか、いやでも使わない、スマホにつけられないしなと思いながらちょっとねこうカットして、竹尾さんがすごい好きです。第4位、戸隠神社。もうなんか神社2つ続きましたけれども、戸隠神社のこう特別な点っていうのはどんなところですか。そうですね、まあ、もともと修験道の方がたくさんあそこで修行されていたっていうことで、はい、そういうなんて言うんでしょう、ちょっとなんか自分内面磨きとか、うん、こう改めてちょっと一人になっていろんなことを考えたいっていう方が宿坊などに泊まってですね、そこでこう身を清めながらあのこう規則正しい生活をしながらっていうこともできますし、あとはその戸隠大社のやっぱりあの戸隠エリアのこう眺めとか、その自然のもう環境がまたちょっと独特ですよね。こうピリッと引き締まるような、うん、ちょっと厳しい感じかつ優しい感じのこうエネルギーみたいな、なんかちょっとああいう場所独特なこうエネルギーが漂っていて、 あとお蕎麦がね、私は本当に戸隠のお蕎麦が大好きなので、うん、ぜひ皆さんにお蕎麦巡りもねしていただきたいな。だから蕎麦と、こちらはねもう神社、うん、セットでね行っていただきたいなと、ちょっとこうなんかあの身の世俗の汚れ、汚れをね落としたいなとかっていう時にね、こちらに行ってほしいなと思います。どっちかっていうと諏訪大社はこうまんべんなくいろんな観光と楽しめると思いますけど、ちょっと戸隠神社はね、なんかこう一人になりたいなとか、なんかこうちょっと考え事したいな一人でとかっていう時にいいかもしれないですね。違う、いやなんか一人になって考えたいことでもあるのかなと。すごい、そうですね、一人で考えが押してますよね、なんかそれ繰り返すからちょっと私がすごい、私がなんか不安なんじゃないですか。いやいやいや、なんか私に対していつもなんかこう不満があるとか、はい、悩みがあるとか、はい、なんかそういう感じのねイメージを多分持たれてる方もいると思うんですけれども、はい、実際多分そうだと思います。あとね、おみくじがすごく独特なんですよ、こちらは。ちょっとさ、はい、ボケたんだからなんかさ、そこさフォローしてよ、それさ、なんかおみくじが独特なんですよ。あたかも何こう肯定も否定もしないで無視っていうのがさ、はい、なんかすごいなんか
恥ずかしみを受けてる気がするんですけど、すいません、はい、ごめんなさい、失礼しました。まあ、じゃあおみくじの話、あ、はい、この情報言うの忘れてたなと思って、どうぞどうぞ、はい、いや、もうおみくじですよ、はい、おみくじが自分で引くタイプじゃなくて、はい、神主さんが引いてくれるっていうちょっと珍しいタイプなので、これぜひね、奥社っていう一番遠いところまで行って引くとすごく醍醐味があるので行ってみてくださいということで、はい、タイプさん、まあ、私はね、一人になりたいというよりは、あと戸隠そばをそういえば全然最近食べられてなかったなということで、戸隠そばを食べに行きたいなと思いました。続きまして、3位に行きたいところですけれども、番外編鶴屋。そうですね、もう今となっては鶴屋さん、長野県のご当地スーパーなんですけれども、はい、群馬県とかにもね進出しておりまして、うこうエリアをねどんどん拡大していってるというすごく勢いのあるスーパーなんですけれども、まあ、こちらの諏訪大社並みにね点在しているっていうのが特徴ですので、まあ、軽井沢もありますし、お隣の三代田町とか、まあ、佐久市、小室市、実は小室市がですね鶴屋の本社なので、比較的この東進エリアと呼ばれる、大体軽井沢から上田、あと南は、まあ、佐久あたりには集まっているかなっていう感じで、で松本はですね、アルピコグループの運営するデリシアっていうのがちょっと強いので、比較的強いは少なめ、うん、長野市もまあ多いのかな、はい、っていう感じで、長野県全体にあるような、そういうスーパーです。まあ、おすすめなのはですね、釣り屋オリジナルという、まあ、プライベートブランドがものすごく強くて、ジャムだったりとドライフルーツなんかもね、昔私たちで食べ比べとかしましたけど、お土産としてすごく人気だし、あとジュースだとか、最近だとねペットフードも出してきたんですよ。ペットフード出したの、すごいですよね。すごいね、そこまで行くかっていう、まあ、確かに軽井沢ってすごくドッグフレンドリーな、まあ、観光地ではあるので、ペットでと一緒にね来てる方たくさんいるんですけれども、そこまで PB 作るんだっていう、さすがツルヤってちょっと思いましたね。まあ、長野県のね氷をかなりこう牛耳ってるアルピコと釣り屋と、まあ、全国展開しているスーパーが、まあ、声優とイオンぐらいしかないのかな、まあ、もしかあるかもしれないですけど、はい、まあ、そんな感じなんで釣り屋は、ね、とても強くて、かつ長野県のオリジナル商品が買えるという点で、おすすめのポイントとします。なんかちょっとお土産としてこういうのあったらいいなっていうものが大体あるので、あ、まあ、だから人気なのかなっていうふうに思いますね。第3位は安曇野の六山美術館になります。まあ、大王わさび農園じゃ農場じゃない農園だっけ農場じゃないのっていうことがあるかもしれないんですけれども、うん、夏暑いんですよ安曇野。暑いですね。この前行ったら本当に暑くて、まあ、大王わさび農場は真夏はおすすめできないですね。真夏は炎天下できついので、はいはい、涼しい季節に行ってください、はい。ここの美術館をピンポイントで3位に挙げた理由は何ですか。そうですね、私が基本的にアート好きだっていう、まあ、偏見なんですよね、うん、いやでもほらもう長野県全域にさたくさん美術館も博物館もある中で、はい、なぜここを3位に選んだのかっていう。そうですね、なんか私はこの六山美術館はすごくミーハー的な観点からするとですね、とってもなんかこうストーリーが面白いなっていう美術館なんですよね。この六山さんっていう方は、まあ、ロダンに憧れている彫刻家の方なんですよね、うん。で、新宿中村あたりじゃないですか、はいはい、あのアンパンとかで有名なカレーパンとか、はい、カレーパン。で新宿中村屋さんってもともとは安曇野の出身なんですよ、うん、な 創業者の方がですね、その、ご夫婦がいらっしゃるんですけれども、はい、その奥方にこの彫刻家の方が片思いをしてた。で一番この方の六山さんの有名な作品がこの奥方がモデルなんです。なるほど。っていうそういうストーリー、背後のストーリーを見ながら行くと、おおっていう、こう乙女心がおおってなるロマンチックな、なんか、まあ、結局その恋はね成就しないんですけれども、なんかそういう独特なストーリーがありながら、そして建物自体もすごくねこうツタが張っているようなあのレンガ作りの、まあ、すごく小さい 小粒、まあ、アトリエなので小粒ながらもあの見応えのある建物で、まあ、情緒もあって、そういうラブストーリーもあって楽しめるっていうのがなんかちょっと面白いかなっていう。なんか優子さんはそういうラブストーリーに惹かれるのは何かあるんですか。でもなんか一人になりたいのかラブストーリーに惹かれてるのかちょっとなんか怪しいあれですね、伏線ですね。伏線ですね、はい。2位と1位が残ってしまって、で今回のねタイトルですけども、王道の観光スポットじゃないですか、はい。で王道って言ったらあと2つあれとあれしか残ってないみたいなのがあって、でこれ長野市にあるのが一つで松本市にあるのが一つで、これどっちを1位に選ぶかで、多分私ね長野市の人もしくは松本市の人からすごいクレームが来ると思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとそれ大丈夫なのかなってことをドキドキしながら2位を発表します。2位はですね松本城。
まあちょっとでも今年今ねあの平成じゃない西暦何年か思い出してくださいよ。まあ今年ね2022年なんです。今年は2022年ということは善光寺の御開帳が行われるということなので、まあ善光寺に花を持たせるということで、1位が全松本城は今年は、はい、2位にさせていただきました。今年はですよ、2022年バージョンは松本城2位ということにさせていただきました、うん。まあ、松本城で、まあ、いいのはですね、松本の町もいいんですけれども、サッカーチームの松本山がですね、私はこれはいつも松本に行くたびに絶対見に行くっていう、はい、それ松本城関係あります。まあ、とにかく松本がタイツさん好きなの で、ね、ちょっと、ね、2位にしたくないですね。でも今 ね、今 J3 じゃないですか、はい、松本山がってチームがあるんですけども、はい、ちょっとね、J3 だと2位にしてたらいいかなと思うんですよね。まあ、全然ここまで松本城の話になってませんけれども、そうそう、 J1 にいた時はね、こうイニエスタ選手みたいな、はい、世界のスーパースターがこの松本の、ね、アルウィンっていうスタジアムに来ているんですよ。そうでしたね、懐かしい。もそれだったらものすごい間近で見れますね。それだったらもう松本城が断然1位だと思ったんですけど、それ山のファンの方に怒られそうですけれども、ね、いやでも私もね、山のファン、山が応援してますし、はい、まあ、ダゾーンで毎試合見てるんで、はい、私が見た、ビュー数は全部ダゾーンの集計に入って山川の方に行くんですよ。貢献してると言いたいんですね。私のサブスクリプションのお金は、ね、はい、現地に行けばチケットだってあるし、はい、地元の経済にも貢献してるし、はい、多分私長野市よりも松本市の経済に圧倒的に貢献してると思うので、貢献してますね、間違いないですね、はい。だからね、ちょっとね、クレームある方いらっしゃると思うんですけれども、タイトさんは松本が大好きということはちょっと皆さんに知っていただきたいなと思います。はい、ということで松本城は、まあ、あの実は長野県 の訪日、長野県に来る外国人の観光客の方に人気な、観光スポットっていうと、以前、まあ、今回ランキング出してませんでしたけれども、このスノーモンキーですね、あと、ヨーロピアンの方に特に人気なのがこの松本城なんですよね。はいはいはい、やっぱりあの外国の方からするとね、お城があって、まあ、国宝ですからね、国宝、まあ、それを見るっていうのは、非常にここにしかない価値があるっていうことで大変人気でございますね、はい、松本城、はい、で1位が善光寺ってことですよね、はい、発表しちゃいましたけど、そうですね、はい、第1位が善光寺ということで、まあ、この2つはね、もう1位も2位もないんですよ、究極的に言ってしまえば。1位も1位とか2位とかしてるんですけれども、うん、でもさ、善光寺はさ、御開帳もありますけれども、はい、隣にね、県の博物館、美術館ができて、そうなんですよ、今とても勢いがある、はい、エリアになってしまいました、はいはい、なのでちょっと長野県のお金の使い方が長野市に寄り添ってないのみたいな話もありますね、ありまして、はい、結構ここら辺はセンシティブな、はい、すごくセンシティブな内容ですね。まあ、オードスポットして、はい、まあ、別にランキングがどうこうというよりも、はい、まあ、それぞれに独特のね、もうそこにしかない魅力があるので、まあ、どこ行ってもいいんじゃないですかと、うん、そしてですね、この5位以内に軽井沢の観光スポットが全く入ってないんですけども、軽井沢の観光スポットについてはこちらでね、はい、別に動画を作っておりますので、はい、ぜひどちらでランキングをチェックしてみてください、はい、ということで、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価、はい、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くようにスーパーサンクスでのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。